クリーム1号を G 色とした1 1 3系軽快色と、帯色として、クリーム1号を使用する e f 6 5系電気、機関車、クリーム1号は、日本国有鉄道が定めた色名称の一つである。1958年10月に登場した20、軽客車と、特急、初刈カ用に整備された、スハ44系客車の帯色として採用されたのが、最初である。 1962年には外部図書区の一部統合標準化により横須賀線等で使用された通称スカイロのカラーリングについても本色を地色として青15号の裾色という組み合わせに変更されることになり1962年秋の111系の横須賀線投入から適用されその他のスカイロの電車も順次変更されたなお新生納車での スカイロでは本色の側面窓周りでの塗り幅が湘南色での期間色に比べて狭いのが特徴である。一方、全面下部の塗り分けが 111K、113K では45度、115K では直角になっている点では湘南色と共通する。また、国鉄末期に登場した地域カラーでは、等式をベースとして帯を入れたものが多数登場した。 また、直流電気機関車の正面の警戒色としても、本、色が採用されている。このほか、旧型客車の便所、洗面所の内装や、貨車でも緩急車、車掌車の内装に本、色が使用されるなど、車体の内外を問わず後半に使用された色と言える。ありがとうございます。